はい、やってまいりました、モンジーです。今回もウィッチウッド、またまた続きをね、やっていきたいと思います。はい、前回はね、鷹の魂を集めて、あと残り3つですね。はい、だんだん佳境になってきているんでしょうか。はい、では早速やっていきたいと思います。コンティニュー。その前にカエルちゃん、さよなら。わあ。前回はね、この小麦粉をね、お金の山に変えて、さらにこの鷹がね、全身が金に変えられてしまったということで終わりました。自分の体重分の価値はあるだろうということで、では今回はこれ、夜の狼っていうやつですかね。最も暗い場所へと引き寄せるように肉食動物が通りを歩き回っているっていうやつかな。狼やってみたいと思います。多分この人かな。こんにちは、漁師。畜生、俺がまだ酒場に入れる年じゃないってどういうことだ。俺はもう十分大人だぞ。お酒は二十歳になってからってこと。坊や、何をうろうろしているんだい。坊や、俺は子供じゃない。俺は十分たくましい大人の男だ。まだ小さな体ながら、彼は誇らしげに胸を張った。おやおや、それだとまだヒゲが生えていないのはどういうことだい。ヒゲが生えたら大人ってこと。彼は恥ずかしさで頬を赤くした。おい、そんなに見るなんて失礼だぞ。とにかくヒゲは剃ったんだ。でももっとヒゲを伸ばしておくべきだった。あの酒場の主人は俺が酒場に入るには若すぎるなんて言いやがった。酒場で一体何をするつもりなんだい。あんたみたいな坊やが酒を買っても小遣いの無駄だよ。小遣いを無駄になんて、いや、小遣いなんてもらってねえよ。俺は漁師だ。まだ獲物を捕まえたことはないが、これから狩るんだ。ああ、それで獲物は何だい。獣の中でも一番でかくて凶暴なやつだ。狼だよ。なるほど。どれだけたくさんの家が奴に吹き飛ばされたか知ってるか。それに娘たちもみんな行方不明だ。あれ。あ、狼に吹き飛ばされたって3匹の子豚とかそういう話。娘たちも行方不明だって。やつは可憐な娘に目がなく、暗闇の森へと誘い出して食べちまうんだ。そのことはみんな知っている。あららら。村の衛兵は怖がって助けてくれない。やつを止められるのは俺の銃だけだ。そしてやつは今、あの酒場にいるんだ。酒場に入れないのは残念だね。そいつがあんたの言うような悪党かどうか私が確かめてきてあげるよ。やつが出てくるまで俺はここにいる。絶対に一撃で仕留めてやる。はい、新章狼。ということで狼やっていきます。ここが酒場。お酒の絵が描いてあるね。じゃあ酒場行ってみます。こんにちは。わ、いっぱいいる。おお、でっか。豚さん、すげえ。これ何。なんか敷物が。よし、じゃあ狼に話しかけてみるかい。こんにちは。魔女の目の前で狼が酒場のウェイトレスに迫っていた。ウェイトレスは怯えている様子だ。まあ豚だったからね、ウェイトレス。さあ、赤ずきんちゃん、俺の酒のお供に付き合ってくれよ。赤ずきんちゃん、あら、
赤ずきんちゃん赤ずきんちゃん、もう言ったじゃないですか、私はダメです、仕事があるんですから。あんたんところのマスターは一噛み、いや酒を一口だけなら何も文句言わねえよ、俺におねだりさせんなよお願いします、どうしても仕事に戻らないといけないんです。わー、絡んでるのねだがな、お前はとってもうまそうだから俺の目の保養にちょうどいいんだ。魔女はつい狼の尻尾を踏んでしまったつい、おっと失礼。彼は叫び声を上げて飛び上がり、怒りながら魔女の方へと顔を向けた。うお、足元に気をつけろこのババア怖い。それはすまないね、汚れた絨毯とあんたの尻尾の見分けがつかなかったんだよ。狼は牙をむき出しにして魔女の威嚇した。俺に何て言った。狼が気を取られている間に若い娘はそっと逃げ出し、酒場の暗がりの中へ消えていった。くそ、彼女はどこへ行った。狼は魔女を押しのけて酒場をうろつき始めた。ふむふむ、漁師の話は本当みたいだね。あのウェイトレスが夕食にされる前に彼女がどこに行ったのか見つけないと。はーい。うわわわ、歩き出した歩き出した。裏の酒場のウェイトレス、あー、いたいたいたここがあれかな、ここ従業員室かな。こんにちは。魔女は木の樽の後ろから赤い頭巾の娘が顔を出しているのを見つけた。ああ、助けてくれたのはあなただけです。まあ狼怖いからね。先ほどはありがとうございました。一晩中蜂蜜酒を提供するだけでも大変なのに、あの狼まで相手にしなければならないの。あいつはしつこい性格みたいだね。大丈夫かい。少し動揺しただけです。これ以上近づいてきたらこのトレイを鼻先にぶつけてやろうかと思ったけど、それじゃあきっとマスターに怒られてしまいます。狼はあんたを探してテーブルやバーの椅子を片っ端からひっくり返しているよ。そうなんですね。じゃあ私はここで隠れて、それで店の部屋を整理するか何か別のことをした方がいいですね。なるほど。あんたのそのたくましさは称賛に値するけど、でもこの問題をもっと根本的に解決する方法がありそうなんだ。私は自分の力を証明しようと頑張っている若い漁師のことを知っててね。狼を外に誘い出せばおそらく彼が何とかしてくれるはずだよ。ああ、撃ち殺すってこと？なるほど。でもどうやって。私はもうあの狼を引きつける十分な餌になっているので、私をおとりにしてくれても構いません。ああ、なるほど。まさか娘が撃たれるとかないよ。あの狼はこの薄暗い場所ではよく見えるとは思えないから、あいつを騙すのに十分な偽物を作ってもいいかもしれないね。え、魔女が頭巾をかぶって出てくるのかな。魔女は近くにある高トラックに目を向けた。こいつを骨組みにすればちょうどいいね。あ、魔女が被るんじゃないのか。何をするにしても早くしていただければ。さもないと私はチップがなくなってしまいます。ああ、なるほど。これ？この古い高トラックがしっかりとした骨組みの役割をしてくれるだろう。狼を騙すのにはあまり必要ではないが、魔法をかけておくには特別な工夫を加えることが必要だ。あっと来ましたよ。じゃあアイテム探してきます。はい、持ってきましたよもうこれ別に魔女がかぶって出ていけばいいんじゃないの。我が心の鍵、我が心の友よみたいなやつ。キーを叩くと美しい音色が聞こえる。これで人形の心が魔力を注ぎ、ロマンチックな魅力を与えることができる。なるほど。狼の心に
狼の心の鍵を開ける的な感じかな。はい、裁縫セット。魔女は人形の体を仕上げるために必要なものを洗い出してみた。物置には十分な量の布地があるはず。それを使えばいいだろう。はい、そして狼の魔の手から生き残るためには魔法によるあらゆる助けが必要だ。魔女はにっこりとした笑顔の人形に最後の一針を入れた。ふっくらとした頭はコートラックにぶら下がっていて、風に吹かれている足のようで生きているように見えない生きているように見えない。本当にこれで大丈夫なんですか。狼の目が優れていないのは知っていますが、そこまでバカでもありません魔女は頭の釜の下で笑みを浮かべると、コートラックに吊るされた赤い頭巾の人形にそのギザギザの指を伸ばした。ギザギザの指、これで大丈夫だよ。狼っていうのは何よりも嗅覚を頼りにしているから、あんたのこの予備の風土があればもう完璧だよ。魔女は人形の体に風土をかぶせ、息を潜めながら静かに呪文を唱えた。大きな揺れが建物全体に響き、床の土台が揺さぶられて照明がゆらゆらと揺れた。そんなすごい衝撃。あら部屋の中に不気味な光が灯り、人形の体を照らしている。人形の頭はわずかに揺れ動き、まるで魔女を不安そうな目で見つめている操られてるって。これはいい、いい生きてるよ。パペットを受け取る、パペットを受け取る、どういうこと。このパペットを狼の目に触れないように配置した方がいいね。この裏部屋はちょうどいいはずだよ。じゃあ、あのよだれを垂らした獣のところに行ってちょいと話をしてみようかね。どういうことパペットをどうするんだ、パペットをどうする、パペットを狼のところまで、パペットを狼のところまで動かす。置くってこと、狼のそばに行って置くの。あれでも出ないの。待って、これをちょちょちょ、これを置く、置く、じゃーん、うわ、パペットを狼のところまで動かす、すごい、なんかこの動きわー、ヘコヘコしてる。どうすんのこれ、やられちゃうんじゃない。ヘコ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 、こんにちは魔女は見えない糸でパペットを誘導すると、それを狼にぶつけた。あ、ぶつけちゃうの。おやおやおや、誰が戻ってきたかと思えば、いつまでも俺から隠れることはできないと思ったのか。魔女のパペットは狼にこびるように体をひねり、人形の縫い付けられた唇からキスを投げかけた急に態度が変わっちゃったじゃん。それじゃあこの臭い酒場から一旦出ようじゃないか。俺の家に連れて行ってやるよ。お前をグツグツと煮て、おっと、ゆっくりとさせてやる魔女はパペットのまつげを色めかしくなびかせようとしたが、まぶたが途中で動かなくなってしまった。しかし幸いなことに、狼は空腹であることに気を取られて何も気づいていない。お腹は空いてるんだ、お酒飲んでるけど。もう恥ずかしがるなよ一生の思い出になるような夜を過ごさせてやる、俺を信じろ狼はパペットの方を爪の生えた指で撫でながら笑いかけた。パペットはボタンのような目でうつろな表情をしながら、なんだろう、愛を返した、愛想を返した、俺には少々準備しなきゃいけないことがあってな。沼地の北にある暗闇の森で会おうか。
とても危険な道だから逃げようだなんて思わないでくれよ。でも心配しなくても俺がずっと見守っていてやるから。お前の安全を確認するためだ。狼は舌なめずりをした。そしてふさふさした尻尾を前後に動かしながら、まるで大金を手に入れたかのように酒場の中をかっ歩した。パペットは裏部屋まで戻ると、体の形を崩して魔女の足元でパタリと倒れた。やった、狼がやっと私の前からいなくなってくれた。ありがとうございます。これでやっと仕事に戻ることができます。ふむ、でも漁師の銃声が聞こえなかったのは気がかりだね。待ち伏せに失敗したのか、見に行った方がいいね。気をつけてください、狼なんかに負けないでください。はーい。漁師どうしたの。あ、パペットはでも消えないんだ。まだパペット登場するのかな。あれ。なんやお前、はあはあ言ってるけど、どないしたん。魔女が酒場の外に出ると、若い漁師はブーツを抱えてブルブルと震えていた。あら、ビビっちゃった。お、俺にはできなかった。せっかく狼を連れてきてやったのに諦めたのかい。なんて臆病な漁師だよ。見ただろ、やつはあんなにでかくて、しかも毛深い。俺の小さな銃を一目見て笑いながら俺に向かって吠えてきたんだ。こんな小さな銃で何ができたって言うんだ。あんたはもっといい銃弾が必要のようだね。狼はね、銀を嫌うんだよ。そうなの？銀ってなんだっけ？ドラキュラ？ドラキュラが銀嫌うんだっけ？エイブラハムのヒゲに誓ってあんたは正しい。俺に必要なものは銀の弾丸だ。銀の弾丸？わお、銀の弾丸作るの？多少の手間は必要だが効果は確かだ。わあ、マジか。よし、作ってきたぞ。銀の弾丸、銀の弾丸、これが作れて、でこれで全部揃った。銀の弾丸よし。でどうすんじゃ。ほれ、銀の弾丸作ってきてやったぞ。ほれ、こいつさえあれば完璧だ。あの狼は何が当たったのかもわからないだろう。じゃあ暗闇の森で会おうな。俺たちで奴が与える恐怖に終止符を打つんだ。はい。弾丸とラッパ銃を手に、漁師は沼地に向かって走り出した。沼地に行ったんだ。これであの子が自信を持ってくれたらいいけどね。何の弾で銃を撃とうと関係なしに。わ、沼地の北にある暗闇の森へ行く。はい。また新しいところができたってこと？沼地の北へってこっちの方だよね。こっちか。なんかここにでっかいやついたやつだよね。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。うわ、いるじゃん。狼どこにいんの？漁師は銃口のぽっかりと開いた口を見下ろしている。どういうことだ？誰かいるのか、姿を見せろ。そんなものを私に向けるんじゃないよ。ああ、はい、ごめんなさい。ここはとても暗いから、自分の影さえもほとんど見えなくって。まあ、暗いとそうだね。なぜここが暗闇の森と呼ばれているのか、知らなくて来たのかい？しっかりするんだよ、坊や。私たち悪い狼を倒すためにここまで来たんだから。あ、そうだ、はは。夜中のように暗い森を住処にしているでかくて凶悪な殺人鬼なんて全然怖くなんてないぞ。自分の役割に集中するんだよ。銀の弾は一つしかないんだ。もし狼が私たちの計画に少しでも感づいたらもうおしまいだよ。確かに。はは、緊張させないでくれよ。それで計画って一体何なんだ。狼は小屋の中で待っている。
前に酒場でやったようにこっそり近づいてパペットでおびき寄せるんだ。その間にあんたはいい隠れ場所を見つけて狙いを定めておくんだよ。今度は弱音なんて吐かないぞ。銀の銃弾があるんだ。それで狼の小屋に行く道はわかるか？俺にはどっちに行けばいいか全然わからない。それは私に任せておくれ。あんたはしっかり準備しておくんだよ。それとこれは忘れないでおくれ。絶対に外すんじゃないよ。何その前振りみたいな。これで外したらもう頭ぶったたいてやるけどな。うん、狼の住処を探す。これなんだ、フクロウ。フクロウさん、ほうほう。倒せんの？倒せないけど倒せるのか？いずれ。マジか。こいつも敵なのか。うわ、暗い。魔女は木々の隙間をすり抜け、爪のような枝の間をくぐり、前へと進んだ。しかしその後、たどり着いたのは、なんと最初に来た場所だった。え？ああ、これじゃ進んでいるのか、前なのか、後ろなのか分かりやしないよ。ここを上空から眺めることができる鳥の目線を持つ何かに聞いた方がいいかもしれないね。フクロウ？あ、いた。鋭い目のフクロウが自分のねぐらから魔女を観察している。ほうほうほう。私に向かってほうほう言っているようだね。一体何を伝えようとしているんだい？なんすか？なんすか？うわぁ、トリゴ辞典。トリゴ辞典ってなんだ？へぇ、鳥の言葉で書かれた魔法の和訳書。作ります。はい、作ってきましたよ。どこだっけ。インベントリ、はい。トリゴ辞典。あれ、ここにもカラスいるじゃん。なんだよ。和訳します。教えて。魔女はフクロウに向けてトリゴ辞典を振りかざし、魔法の羽ペンを準備した。それで話してみなさい。ほうほほう。羽ペンは一人でに羊皮紙の上で字を書き、フクロウの鳴き声を分かりやすく和訳した。うん。シャーシャーペーペー、トンナントンペーじゃないね、それは麻雀だね。西西北北東南東北、どういうことや。西西、これ覚えておかないといかんのかな。西西北北東南東南東北。フクロウは賢い鳥だと思っていたんだけどね。こいつは一体どういう意味なんだい。西西北北東南東北ってことは、西はこっちになるのか。で、北がこっち。違う。北が上だとしたら、南でしょ？で、東西になるから、西西北北東南東北。わからん。西西北北東南東北。木々の間から道を見つけていかないと、まさかフクロウのなぞなぞの中に進むべき方向が隠れているのかい。進むべき方向しか言ってないじゃん。わ、何それ、何そんな。用心深く歩く隣人探検は滅多に気づかないって意味らしい。どういう意味か全然わからんけど、どういうこと。道を探して、あ、これで
違うってこと？マジかよ。違う。全然わからん。どういうことだ。でもこっちっぽいんだよな。マップ見ればいいのか。あ、マップ見れない。マップ見れる。急に。西西ってこと？北北ってこと？北北？東？東、南、東、北。わあ、当たったやん。そういうことかよ。なんだ。あれが狼の小屋に違いないね。やつは赤い頭巾の娘がドアをノックしに来ると思っている。だから私はパペットを使ってやつを漁師が待ち伏せている場所まで誘い込まないとね。漁師はどこにいるの？あ、なんかふわふわしてる。なんだこれ。かすかな名残。この最も恐ろしい場所を静かに眺めている。なんだこれ。漁師はどこにいるの？漁師はどこにいるんだ？あ、はい。この先は狼の小屋だ。近づきすぎると匂いで気づかれてしまう。はい。通ったらパキペットを設置し、漁師のところまで置き寄せるしか手はないよ。はい。はい、はい。漁師はどこにいるの？漁師はどこにいるんだ。え？どこなんだろう。いいや、じゃあこっからパペット使ってとりあえず漁師を、あれ、ここじゃない、ここか。ここに置いて、あれ、魔女そんな目の前にいていいの？パペットは狼の小屋の扉のそばに近づいた。中からは何やら邪悪な光が放たれていて、地面には不気味な影が落ちる。パペットの頭を持ち上げて窓から覗いてみると、そこには噛み砕かれた骨や破かれた布が床に散らばっている。しかし狼の姿はない。できてきた。突然影の中から黄色く光る目が飛び出してきた。ここにいたのか。俺のうまそうな子豚ちゃんが俺のことをもう忘れたのかと思って心配になるところだったぞ。パペットの糸を通して魔女の背筋がゾッとした。自分の動物的本能が刺激されつい叫び声を上げてしまいそうだ。逃げろ。やべ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 。うわ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 。魔女は？狼は暗闇の中で狩りをするのを好むため、光を放つ煙が現れるとそれを消そうとわずかに足を止める。狼の魔の手から逃れたいならこの煙をうまく利用することが必要だ。急にそこの説明が入るの？無理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 。痛い。狼の爪がパペットへと迫った。そして狼はパペットをそのまま飲み込もうと口を大きく開いた。魔女には見えない糸を引っ張り、狼の魔の手からパペットを逃がすとともに自分の隠れ場所へと戻した。おっと、これはまたやり直しだね。
やつは足が速い。でも光があれば注意をそらせるかもしれないね。あぶねえ。もう一回パペット作り直さんといかんかと思った。ちょっと今めっちゃ目の前を狼が通ってったけど、ちょっと隠れたとこにいた方がいいよね。じゃあこっちに行くってことか。あ、来た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 。はいはいはい、逃げます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 。で、どっち行けばいいの。あ、こっち。逃げます逃げます逃げますよ。助けて漁師、漁師助けて。漁師助けて。あ、一個飛ばしてる光。ずるい。どっち、こっち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 。早い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 。足が速い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 よ。だいぶ離した。あ、来たぞ。ほら、撃て撃て。魔女の命令でパペットは月明かりに照らされた空き地の中央で足を止めた。狼は獰猛さをあらわにして影の中から飛び出してきた。怖い。はあはあはあ、もう隠れるところはないぞ、小豚ちゃん。お前はもう俺のものだ。お前の全てがな。牙をむき出しにした狼はものすごい勢いでパペットへと飛びかかってきた。その瞬間、うわ、雷のような音が辺りに鳴り響いた。カラスがチリチリとなって夜空へと飛び立ち、暗闇の森は一瞬静まり返った。狼は信じられないという顔で瞬きをしながらゆっくりと立ち上がり、自分の胸へと目をやった。そのベストには赤い斑点が。なんじゃこりゃー。漁師は茂みの中から姿を現し、煙の出ている銃を心配そうな様子で手に持っている。お前が撃ちやがったのか。狼は最後に息を吐くとそのまま地面に倒れた。狼のガラスのような目玉が満月を見上げている。漁師は撃たれた狼の姿を見てまだ少しうろたえてはいるが、その顔には勝利の笑みが浮かんでいる。やった、本当にやったんだ。俺は狼を倒したんだ。いろんな助けがあったからやり遂げられたことを忘れるんじゃないよ坊や。この悪党はもう人を狩ることはない。それが本当に重要なことなんだから。漁師は初めての獲物の上に乗って喜びを体で表している中、狼は口の中から真珠のような白いものが落ちた。わ、牙ってこと。狼の魂。魔女は狼が倒れたところに折れた輝く牙を拾った。血のついた牙の奥から狼の鳴き声がかすかに聞こえてくる。狼の魂だ。ベスト完了。いやーやったやったぞ。死んじゃった。これもう行けないのかな。あ、でも行けそうだな。狼の家、狼の行ってみよう。狼の家入れる。あ、入れない。あ、入れない。はーい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。はい、よかったらねグッドボタンとかチャンネル登録とかコメントとかしていただけると大変喜びますので、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。